すんげえ音だ。そうやね、すっごい音だったもんな、ね、今エピソードや。ジョイ、今まで外し続けてきたこれのためやと俺は思ってる。全身全霊教室のレバー行かしてもらいます。目標は2桁、まあ何おるかちょっと分からへんね。いけ、お、まだマシっす、ありがとうございます。 69OK、 いいよっしょう、入場。お兄さんも今日は買ってもろてお願いしますよ。お願いします。じゃあ行ってきます。はい、じゃあね、打ちますか。俺一人しかおらんな。でもこういう時に限って以来の可能性もあるからね。ゾンビランの差が、お、はようございます。朝の挨拶は大事ですね。セブンズ TV をご覧の皆さん、東西街道連の芝生です。本日は京都府宇治市にございますグランキコーナ宇治店さんにて俺打ち。俺打ちとは、俺流の打ちっぷりをアピールすることである。故に何でもあり、その手で勝利をつかみ取るのだ。今4連戦中の最終日で、この4日間ずっとゾンサが打ってて、ライブ仕様とかを知らないまま、ただ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 自分の経験値にしてきたんですけれども、ようやく内部仕様とかが分かってきたので、正直知らなくてもいいところなんですけれども、そこを知ることによってより楽しめんちゃうかなっていうところがあるんで、やっていこうと思います。あ、待って、ちゃんとキャラクターセレクトしないとね。順行で僕が知り得た情報で、もう朝一いきなり大事なんですよ。リセットしてた場合、内部的にボーナスが非成立状態なんですけれども、ゾン下がって基本的にボーナスが常に成立してるんですよ。でそれを斜め下がずから揃いで解除してやるみたいな形なんですよね。で非成立状態に持っていって、そこで引いた1万役に応じてまたボーナス1っていう状態の、まあ、A と捉えてもいいかな、の状態に行くか、 B、 これが下がずから高確率状態で、もう一個はアダバナボーナスが当たる状態っていうのに振り分けられるんですよね。で通常状態に落ちちゃうっていう風に言った方がいいですかね。まあ、内部的にボーナス A が成立してる状態に行くのが 5.3 分の1の1枚役を引いたと、下がずから揃い高確率状態に行くのが 7.1 分の1。けども朝一はもう内部的にはどこに転がるかっていうのはその1枚役次第です。ちなみにこの1枚役が見た目上では分からない、ここが分かればより熱くはできたんですけども、ボーナス2の状態の場合やと、とある出目が止まると転落の可能性がある、要はボーナス非成立の状態に行ってしまうっていう可能性がある出目が止まるんですけれども、内部的に下がず柄揃い高確率状態やったんやなっていうのが分かる出目が来ます。でそれも一応回避することも可能です。そこがリノっぽいんですけれども、まあ、とりあえずロンより証拠打っていきます。はい、もう今の一打のレバーでどうなるかって感じだね。これで1万役やったんで、もしかしたらその転落内部でボーナス1の状態に行ってしまったかもしれません。細かいことを抜きにして斜め下がずから揃い引けよっていう話です。基本的に通常時はで引いてどこ行くねんっていう話で、まあ、それも見た目で分かんないんであんまり気にしすぎることもないんですけども、それを分かっているとより叩きどころが楽しいと。でこれは平行下がずから揃いはボーナス非入賞してる時かボーナス2の状態でしか多分成立しない役なんで、この1枚役を引くことによってボーナスが当たるということもあると。でこれ外れる。で内部的にこう下がず柄揃いを引くことによってレベルが上がっていくという形式ではあるんですが、その転落目が来ない限り、まあそのボーナス認証2の状態にあるから、まあやめない方がいいよって感じですね。結構やっぱ淡白なんですよ通常時、めっちゃきついんですけど、それを一つ頭に入れることによって楽しく通常時消化できるっていうところがあるんで、これがピンチ目ですね。これ一応2択で回避することも可能です。バーを狙うか赤七を狙うかって話やねんけど、まあやっぱアダバナやから赤狙ってみますかね。これでセーフ1枚役です。だまだ内部的には下がず柄揃い高確率状態でベースも上がっている、ここは 8.9 分の1で下がず柄揃いが成立してますよって感じ。これがアウト目です。で今非成立の状態に落ちました。で非成立の状態に落ちたんで、こっからまた引いた1枚役の種類に応じて
内部の移行抽選やります。そう、こういうのを考えて打つとパチスロって無限の可能性出てくるから、ちょっとギルティークラウン臭もするんよね。これからやっぱ打ち込んじゃうね。ただ悲しいことに台数も少ないし設定も入らないんで、独りよがりで終わりかね。ゾンサガの動画がこの世で一番今楽しみかもしれへん。どれぐらい俺の知らない情報を皆さん知っているのだろうかなっていう、その情報を吸収して吸収してゾンサガの内部仕様であったりとかいろんなもの知りたいなって思う。だって叩きどころが増えるってそれだけで面白いねよ。パチスロ引いたね今で、こっからやねんな大事な、非成立状態に行ったから。でちなみにこのサガズ柄揃い30回で天井状態いきます。うん、当たってるわ、うん、今のリーチ目です。おい、まだまだボーナス112ゲームで、ボーナス中はサガズ柄揃い引いてゾンビランドサガ公演前ってやつのポイントを上げていきます。でここの喋ってるキャラクターにも注目、ここのキャラクターで示唆系統あります。2以上とか3以上とか、あーもう行っちゃった、ハテナの状態からが大事なんですけどね、ポイント上がっていくから。でここで成立した子役に応じて移行先が決まります。まあこれで多分ボーナス1が成立しちゃったんかなって感じ。はい、パジャマで、これ行った時に、まあ、広角王は超広角なんで内部的に、でここで斜め下がず柄揃い引ければクソアチですね。そしたらサガロックチャレンジっていうのに行くんで、それがまた熱い。まあ基礎的な感じはこんなところかな。まあもうアバウトでも別に楽しめるっちゃ楽しめます。サガズ柄揃い引いてその後なんかサガズ柄揃い平行結構来るなと思ったら、それ高確率状態に上がってるんやねっていう、相当俺にとっては面白いだよみたい。で今ゾンサガとなぜパジャマに行った、リプレイで移行したか。これまだ内部的に高確やったら100ゲームのとことかぶってるから超高確移行もありえんねんけどね。これ移行しとったら行くけどね。行ったね、そういうことよね。やっぱりリプレイで高額上がってパジャマステージ追って、で100ゲームのこの高額と踏んで今ガッチャンコされてマリアージュして超高額行って斜め下がずガラスゾロ引いたことによって下がロックチャレンジ、あっちここでボーナス2なのよ。来ました、お願いします。あー最悪のやつ、一番弱いやつ、バカ。あんなにしゃがりき喋ってこれかいな、まあ、レベル上がっていってほしいですからね。はい上がりましたね。はい地下室、これが下がレベル3で、ここ行くともうチャンスゾーンの期待量 65% とか。はい We are フランシュシュチャンスゾーンです。1号球でこのチャンスゾーン突破率設定差あります。1で 19% 6で 30% ちょい、これ消化してる時の下がず柄揃いで 6% ちょいで書き換え抽選。ただ思ってる以上に1は突破しない。おお2人、さあラスト1ゲーム、これが大体プッシュボタン消えへんのよね。ああ最後サガズ柄揃い、あプッシュ来た、これで当たった可能性もある。プッシュ、ああもらいましたよ、早かった、1万円以内で当たったよ、8000円。皆さん朝一の挨拶はもちろんこれですね。おはようございます、グッドモーニングサグ、おはようございます、いい挨拶だ。はい170ゲーム SD 当選、グッドモーニングサグ、 MB みたいに MB 打ちますただこれメーターが白なんで ST 駆け抜けがありえるっていうのが怖いよね。まだゾンビランドサガのいいところ、もう一個これ MV モードとか曲基本的に大当たり中に流れるんですけど、つながりがめっちゃいいよ ST への。いくよ、でこれで曲ずっと流れてるのよ、いいのよこれが。ここはもう 8.9 分の1のサガズ柄揃いを引いてそっからスタート、いろんなものが起きた、ドヤンス、はい、サガズ柄揃いで左側のあの色のデバイスと同じ色になります。でこっからリプレイ引けば1ランクアップ、サガズ柄揃い引けば2ランクアップ、ここがうまければマジ永遠に出んねんけど、いいね、 OK、 黄色いいね、赤までいったわ。次サガズ柄揃い引ければ2ランク以上アップ確定なんで、もうボーナス確定、逆押しナビが熱いんよ。はい激熱、あサガズ柄揃いの方でしたね、もらいました、マジ可愛くない純子ちゃん、川瀬さんがね俺大好きなんよね。リコリスの吹きの声優さんとかもやってるけど歌がマジでうまい。揃っちゃうかな、はい揃いましたね。 ST 一発目のボーナスは 40% で特化ゾーンそのまま Z ラッシュ、プッシュボタン出へんかったら出ちゃったか、出ると頭なクラッシュです。でこっから、4分の1引いてまたこれですね、要は逆押しでリプレイが揃うフラグ引ければ順押しでそのまま Z が揃ってくれるって感じで、サガズガラゾロ引けたらようやく分かったんですけど 6% ぐらいで格上げ抽選、びっくりマークないか、はい残念、これは下手くそでしたね僕がね、はい、当たりですとボーナスです。で振り分けで言うとほぼほぼ
100枚です。はい、はい、終わっちゃった、早っ。はい、でここで出てくるキャラクターはシサケイトなんですけども、あんま気にせんでいい気がすんのよな。タイちゃんがいっぱい出てきたら熱そうやけど。よし、おお、青までいった。ここがチャンスやね。 OK、 黄色一応発展してくれたけど黄色は弱すぎる。でこれね、その色に応じて最終ゲームに Z 柄揃いが内部的に成立してるリプレイ引けたら何パーセントの割合で揃いますよっていうのがあります。紫は確定、赤が 50%、 そっからまあ段階なんですけど。でびっくりマーク、この間はね、サガズ柄揃いで書き換え抽選 6% です。書き換えてほしい。とりあえずそのフラグからの当たりはないけど、サガズ柄揃いを引いた、プッシュ来い。来ない。はい、うわーこれね、さっきヒゲ取ったらクソ熱かったやんかいさ。 OK、 80% 出たよ。いいね、もう当たってるかもしれない。当たってるわ、緑の状態で。はい、星 4.5 です。はい、1、3、7、10以降はアダバナクラッシュ以上が確定するんですけど、それ以外は 25% でアダバナクラッシュないね。頼むからちょっと白以上になってほしい。1個も上げられなかった。お熱い、サガズ柄揃い。タイちゃん OK、 ナイス、緑まで行った、むっちゃ大事。 OK、 もうリプレイ以上確定。赤、ふっふっふっ、よし熱い、よし紫、ここ、もう赤いから当たってると思うけど確定、1リール確定でしたね。 OK、 ライボーサガです。いきます、もう一回いけばいい。これ連で引けることも多いからね、さっき引いた流れ。もうこの左ナビが最悪なんよ。ナビ出ると最悪なんよ、ここ。いい、100万。ちなみに朝一からこんな調子いいの初めて。またメーター貯めれんかったな、1個も。OK! お、いいね。緑か。ここが大事。うわー、ナビゲーへん。かー、緑張ってんか。微妙。リリー。当たるとこ見たいよ。びっくりマーク。あ、びっくりマーク遅れてきた。これはその緑状態の最終ゲームでその Z 図柄がそのリプレイを引いて、なおかつ振り分け取れたってこと。おめでとうリリー、かわいい、チキ、あ、来た、3度目の正直、びっくりマークなし。よっ、今日ここ下手やな。はい、当たりました。おい、あー、かっこいい。あ、200万やこれ。あ、300、バチクソ薄いって。300はそれやったらエビも欲しかったわ、銀エビ。嬉しいけどなんかちょっと複雑なよ。300は 0.4%、 銀エビ選ばれる可能性が 3.1% なんですよね。初体験できてよかったっすわ。黄色まで上げれたから、ここのサガズ柄ゾロイは大事というか、まあ、まあ絶対に仕留めないといけない。終わるときは大体白やから。 OK、 あー、いや、サガズ柄ゾロイ引いたから紫、うわー弱い、外れてるかも。最終ゲームでフラグ引かなあかんかもしれん。あー、これ赤、普通に当たってる。よし、オーケー、危ねえ、セーフ。はい、ラスト、サガサガサガ、あー残念。はい、曲の終わらし方も綺麗だわ。はい、まあ5連で789枚、今までの滑り出しの中で一番良かった。でここでまたサガズ柄揃い引いて、状態上げて上げて上げて、チャンスを入れて、また引き戻しちゃえんから。ボーナスの方か、235ゲームっすね。お、マジで、おいおい、じゅんこ、ちょっと見えないと思うんで俺が無理やり見せます。キャラ紹介でじゅんこちゃんが出たんで、4以上濃厚やりました。ついに積もったか。あー、チャンスゾーンの入り重っ。これだと行けるとこまで行かなあかんな。せっかく出てんから、4日間の集大成よこれ。4日間のうちどれぐらい上がってるか分からんけどね。さあ、緑の状態でこれはまあ外れちゃったね。はい、パジャマかな。はい、いや、ちょっと楽しくなってきたね。直撃もぼちぼち見れるやろうし、どんな挙動をするかが気になるね。グラフ的にはまあちょいマイナスまで来ちゃったけど、まあ今まで打った中ではかなり緩やかな感じになってるんで、やる気元気出たよ完全に。よし、 I love you と叫ぶしかない。はい、95枚です。おはようございます。あまりにも決体やわ。よっ、はい、というわけで335ボーナスです。はい、投資が4万円。よし、ウィーアーフランシュシュある。はい、よし、もうウィーアーフランシュシュか絶叫ゾンビ屋敷か。お、ウィーアーフランシュシュ、初めてやね、ボーナス終了後に引いていった。あとはチャンスの突破できれば最高。あ、またチャンス目来た。
さあ、佐賀図柄の2回通っててちょきた、助かる。4万円ちょうどのおはようございます。チャンスの突破率はやっぱいい感じやと思う。 あえてエピソード見るわ。気持ちを切り替えたい。はい、じゃあ青色で向かいます。うい、やっぱ曲が貫く方が好きやねんけど、やっぱアニメーション見たことによって新たな一面を。よし、ナイスナイス、サバイブ、オッケー、サバイブしたね。紫でいきましょうか。嘘やろマジで、当たっておらん、可能性が高い。ここで引くしかない。あ、引いたかも。もらったわ、よかったー、危ねえ。プッシュ出てくる、出てくんのかーい。お願い Z ラッシュ、ゼッゼッ、シュッシュ、オーケー、きた。白なんよな、ありがとう。おー、緑までいった、どうだ。今んとこ弱い、そうよな。うわっ、うれしい、パネルゲート、しきっと。今日は300もいけたし、エピソードもいけたし、なんか万々歳やの。60ゲームなんですけど、まあ、もちろんエピソードが出てくるんですが、ここの間はもうポイントも取りやすいし、V ストも取りやすい状態になってるそう。ドリブルびっくりだよ。やこれバードが狙っちゃっていい、あ、ストックです。はい、リンボー、次回ボーナス確定。だから300よりこっちの方が欲しかったって言えばそういうことやないよね。これはちなみに夕霧さんのエピソードですね。でこのね、佐賀事変の時の服装すっげえいいのよね。ライブもかっこいいっすからね、実写の声優さんたちがやってるライブ。アニメーションも最高やけど、うわ、すげえいいところで終わった。まあもうレインボーなんで当たり隠してるん でこれで当たりか。はい、何回見てもこの演出で幸せな気持ちになる。はい、当たりました。と3連目以後、うい、なんもない。よいしょ、滑ったね。はい、もうこの辺がうまいこと引き取ったら、そもそも4万も入ってないでしょう。自分の引きのなさを嘆くだけ。ただ連チャンさせれたらそれはそれで OK。 はい、行きます。お探す柄ぞろい引けりゃかなり熱いっす。 OK、 熱いな。そのまま Z もありえると思うな。探す柄ぞろい、おい、あ、緑やからかな。激アツ、もうすでに当たっている可能性が高です。はい、ハズレでここまで上がってるし、まあ、内部的にも当たってると。はい、おい、お、来た、いいね。4連目でアダマナクラッシュ、そのアダマナ咲かしてみんしゃい。ははすげえよ。おい、うめえ、200分の1だ。ありがたし、これで5連チャン。今日これで最高記録に並んだね。マジでびっくりした。全然当てないからね、この演出。あ、フリーしてる、タエちゃんです。おいしょ、ナイス、オッケー、6連チャン目。さあ、運命に導かれるままデイセブン行きます。はい、 OK、 来た、お、いいよ、リプレイで。よし、もういっちゃ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 、よし、え、あ、やべえ、赤字で、赤字で、あ、青字、青じゃない、白、チャンスアップな気がする、お願い、よし、お願い、 OK。 ほんまにね、あの星2とか2半とかはね、安心できないんですよ、この台。よーし、よし、よし、いけ、驚こう、驚こう、わって、うわー、セバーズしてるやん、今回の ST。 ただ、あと8、9とクリアしたら10回目からずっと頭のクラッシュいくんで。はい、お、サバイブ、 OK、サバイブしと、サバイブ、サバイブしてるわ、完全に。うわ、赤か、いけるか、オッケーオッケー、熱い熱い、このタイミングで外さないでほしい、本当に。期待近く、よし、あぶねー、おい、よし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 、いや、めっちゃ上がったわ、すっげえ、青からいきなり赤までいった、神の贈り物です、これは。ライブの神様からの贈り物、当たってるね。よっしゃ、ゾンビ魂ぶつけよう。今一瞬無音じゃなかった？
はい、確定。気持ちいいっす。いただきます。欲しいです。マジでくれ。はい、当たりですと。プッシュ出てこい。オッケー、頭だ。これで頭だ。頼む、もう Z ラッシュくれ。この ST 一回も Z ラッシュいってない。もうこれも最悪なんよこのナビ。もうフランシュシュボーナスばっかりや。さあ行くか。よしよし、2段階いいよ。緑、このレバーが一番大事。あうー、レバーギブアップ、レバーギブアップ。うわ弱い。来い。おーし、来たかも。あー微妙。あ、来たわ、200。よっしゃー、これがあたいらの坂だべ。行こう。すんげえよだ。そうや、すっごいだったもんな、今エピソードや。ジョイ、今まで外し続けてきたんこれのためやと俺は思ってる。全身全霊今日一のレバー行かしてもらいます。行ってこい。力みこそが全て。ピクルバグ、ピクルバグ、ピクルバグ出た。なんでナビ出んねんなボケクソが。しんどいてもう。やっぱ脱力こそ全てかもしれん世の中。あ、長い。あ、300。また 0.4% 引っ張ってきた。何人が怒ってるかがわからないですもん。この 0.4% よりもさっきんところで Z 図柄ゾロ引く方が簡単やろげ。大事よ、もうこっからずっと大事よ。永久に大事、永久期間。え、ちょっと待って、サガ図柄ゾロゼロやねんけど。何これ、うせやろここ来て。マジで、えい、わっ最悪や。さっきのエピソード通されへんかったからやん。はい、というわけで1326枚で終わっちゃいましたね。さ、昨日アダバナクラッシュのレバーが食いても食い見きらめへん。いやでもまだ出玉だいぶ返ってきたし、もう追加投資じゃないと思いたいから、こっからまくれるんじゃねえか。足頃なら4癖っすけどね。ゾンビ足が当たってた、ナイスや。よっしゃ、リプレイから状態上がってですね。ナイス、すぐに戻してやったわ。いきます。はい、行きます。いきなり、うわそっちのいきなり、しかもプッシュなし。いやっす、 Z ラッシュ。いやもう今日 Z ラッシュ200枚超えてないんでね。でかい番長ライク。はい、もう一丁。 OK、 2連続。ここも OK、 来た。3コンボイエス。あー、これは無理か。十分、もう一気に200枚以上乗ったわ。今までの鬱憤一発で晴らした。300枚超えていこう。今日なぜか300枚超えたん、普通のボーナスの時やから。 OK、 ちょっと横コーンなんかなったかなって感じの時ね。 OK、 ナイス、2コンボ。OK、 3コンボ。あー、終わったか。でも本日最大です、360。 OK、 ようやく楽しい楽しい Z ラッシュできたわ。積み重ねですから、コツコツとです。スロットのメダルもアイドルとしての高みも日々の努力。いける屍になっても変わりませんから、やること。俺はパチスロの亡者、行くぜ。OK、 赤、また当たってると思われる。外れてたら嘘。 OK、 昭和のアイドルの矜持を見せようぜ。俺が生まれたのも昭和。シンパシープッシュ、行こう。うわ、また聞いたエピソード。普通にいいライブ見してもうたら、全然上がらんかったけどメーターは。いや、302回にエピソード2回はやれすぎてるな。ボーナスの種類自体は他もっとやれてたら多分もうちょっと楽な展開やったよね。ひどい。おひどくない、優しいやつだわ。セッター、これだ。最終ゲームで200分の1引っ張ってきたんでしょうね。ほんまこいつ面白え女。ピクルバック来た、よし、完璧な流れ。ゼロラッシュ、イエス。なんとも言えない、なんとも言えない。かっこよかったか、俺自分に今かっこよさ見出せないよ。さあこれでもう一発当てるならとりあえず一旦まくりっすね。時間的にまだ打てそうやからまだ打ちたいけど。オッケー、あー、ミスった、リプレイでした。お、当たった。今の押し順ミスしたことにより当たりを誘発したかも。どうよ、え、来るやろ、
押し順ミス9発。とりあえず投手枚数はまくりました。きた、よし、これはリプレイ。 G までいっとったな。マイマイアウト、アウト。うわ、復活、うっせえ。最終ゲーム逆押しリプやったのに当たんねや。また一つ勉強になりました。終わっちまったな。はい、というわけで今回は7連955枚。いやー、派手な一撃はあまりないけれども、着実と伸ばしてきた2028枚。まあまだ打つぞ。ガンともう一回出して確実なプラスでやめたい。お、上がりましたね一番上。とりあえず地下は確定。さらにチャンスゾーンまであるんちゃうか。おお、ゾンビ薬師が。もう逆押し中押しで止まったら地下室以上にいると思ったらいいっすね。191ゲーム。うわっ、さっけーけー、俺の中のカミラ GM びっくりよ。はい、217ゲーム。最終ゲームのこの演出はフェイクないやろな。よしよし、緑いきます。ドン、おお、あるぞ、きた、よっしゃ。うわ、危ねえ。このギリギリの綱渡り感、生きてるって実感できる、最高。ええ、引きゃいいのよ。どうも、赤いネゴがもらいました。よし、はい、いきます。100枚か、いやー下手やな。坂だから、はい、立ち向かって見せましょう。 OK、 熱っ、もらったな。これ外れたらちょっと、まあほんまにもう悲しいよ。嘘って言ってほしいですよね。叫べ、あーいいね。この辺狙ってみる。あー、これわからん。あ、もらいました。はい、 Z ラッシュ、いこう。いはい、チャンス、 OK、 ナイス。サガです。いやー、ようやくね、ネガポジ来たね。ネガポジっていうのはね、ネガティブっていうものをポジティブに逆転するからネガポジ。タエちゃん、体がバラバラになればバラバラになるほど上乗せ。120か。演出だし気持ちいいね。うめえ、こっから真の実力。あら、真もクソもね、優しい気持ち。おい、気持ちつす。わー、いいなー。2回目ネガポジっとー。タエちゃん、え、結構いってる。もう一丁、いいね、180。ラストなー、まあまあまあ、 OK です。本日最大460。ネガポジ2発見れたのはマジでかい。でリリーの曲を460枚、原山で聞くと、もう涙で画面見えなくなっちゃうよ。ラスト、えすごい、いやー、後編かー。しかしここ、おっ、ここで200分の1も引けず。はい、うん、やっぱり2以上濃厚です。まあ正直上3つっていうこと以外は何もわからん。あ、終わってるっすね。やめようと思います。まあやっぱグラフがね、よう戻ってきたよ。結果等々もろもろのお話はエンディングの方でできればなと思います。というわけでこの後は店内状況の方行こうと思います。どうぞ。お疲れ様でした。僕の隣の方、これ引きがえぐかったんですけど、4回しか働いてくれてないんですけども、グラフがえぐい。で、一番ね、ゾンサガの島で働いて引かれてるのはこちらの方ですけど、13回働いてくれてずっと朝から永遠とかはね、朝一から結構生まれ早かったですけど、3500枚出てる台ですね。で、2700枚、こちらの方は4800枚本日最高ですね。ちょっと手玉の方が今少なくなってますけど、63の11回と多分前任者の方やたらたされてるですね。棒振りが1500枚、結構回数もいいですね。でこちらの方1000枚です。26の30回、5600枚、いかついな。でこちらの方は約3000枚ぐらいですね。でこちらの方も最大3枚が3000枚で、こちらの方の台も2600枚持ちで、でトラブルもね、全体的に良さそうっていうの聞きました。量とかが出てるそうです。こちらの方は万枚持ちですね。こちらが2500枚、AT 働いて16回、こちらが6000枚ですね、本日最大が、14回働いて、こちらが15回で最大が4000、こちらが17回働いて3000枚持ち、こちらが19回働いて取れて4500枚がマックス、こちらの大概6000枚持ち、最大が9000枚と、20回働いて2400枚、でこちら方のワンパンマンは今、一撃4300枚ですね、番長法が現在持ち込み4000枚で、マックスが6000枚ですね、こちらの方は。ちょっと出玉少ないですね、こちらが21回働いて取られてる、でこちらが19回ですね、15回で1900枚、万枚出てます、こちらの方の。手を打たれてる方、これ万枚持ちですね。で、ゴッドイーター、こちらの方、働いて10回やすけ2000枚持ち、で、新吹きはこちらの方は、本日最大が5900枚、北斗無双9900枚持ち、もう万枚いくっす、ね、で、こちらの方も本日最大が9000枚です、で、こちらの方は北斗無双現在2300枚持ちですね、万枚出てる北斗無双ですね。からくりもなんか悪くなさそうっていうお話は聞きました。結構いい台が多かったんじゃないかっていう。本日最大が7600枚。で、こちらの方も8000枚ですね。で、こちらの方マックスで5000枚。まあ、どれぐらい金入ってるかわかんないんで、あれですけど、こちらの方の台はもう人を変わられてるんですけど、1万6000枚本日最大。カバネリはこちらの方の台が一応3500枚まで伸びてます。こちらの方の台とかも回数自体は悪くなくて2222枚まで。こちらの方はもう人変わられてるのが4758枚。20回初当たりで172分の1で5300枚出ている北斗。で、こちらの方も23回初当たりで198分の1、3400枚持ち。隣の方も20回初当たりで260分の1ですね。で、こちらの方は14回で283分の1。ちょっと確率はわかんないですけど、持ち込みが1800枚で初
当たりが21回の方、お隣の方は22回で228分の1、18回初当たりで283分の1、こちらの方は今ちょっと分かんないですけど19回初当たり取られてます。こちらの方も今大当たり中なんですけど19回初当たり取られてる北斗、こちらの方も大当たり中ですけど21回初当たり取られてます。こちらの方は20回ですね。こちらの方も22回当たってます。20回で252分の1、15回245分の1で5800枚持ち、21回221分の1、20回初当たり257分の1、すごい、24回で208分の1、22回で226分の1の2000枚持ち、エウレカ4なんですけどドートロ放置、すごい、117分の1のパルサーですね。いいっすね。花火が23の19回で136分の1。ミサオが137分の1ですね。125分の1、23の22回のジャグラガールズ。28の22回、123分の1のゴージャグ。25の19回、115分の1のゴージャグ。はい、以上になります。ゾンサガは本当にこれからも打っていこうと思います。それでは、お疲れ様でした。あいした。はい、というわけでお疲れ様でした。ゾンビランドサガ実践終了と、早速結果の方からいきたいと思います。投資がですね、4万円46枚貸し出しのお店なので、1840枚。で、回収が2198枚よってプラス358枚となりました。ジャキーン！初めてですね、ビッグ中に純子が出てきた台を売って、プラス、まあ、ほんまに AT 自体伸ばすのは引きなんで、めちゃめちゃその辺が重要やなと思ったんですけれども、とにかく面白いよ、売ってて。しんどい場面もたくさん来るんやけれども、内部仕様だけを知った上でもこんだけ楽しく売ってるんですから、もっと演出面とか、まあ、実践地のもの、自分が売ってきた打感のものであったりとかをもっと仕入れていけば、さらに面白く売ってるんじゃねえのかなっていう。ほんまになんかね、やばい台と出会ってしまった。俺好みすぎて、中身も容姿も最高の台。ゾンビラのサガ売って勝てりゃ満足やし、負けてもやっぱ今日この叩きどころ楽しかったなとか、いろんな演出見れたりとか楽曲聴けたりとか、そういうところを含めてええなって思うから、もうあかんとも末期やと思う。もうゾンビランドサガが好きな人と仲良くなりたいし、もっとそのね、ゾンビランドサガの話で盛り上がりたい。それはパチスロもアニメもどっちでも、いろんなもの引いて皆さんに満足していただけるようなゾンビランドサガ動画頑張って作っていけるように精進します。といったわけで本日の動画、純子がビッグ中に出てきた台でなんとか最後プラスまくった、よかったね。これからも面白い動画たくさん待ってるで、セブンズ TV 応援したい、芝生も応援したい、そんなお気持ちございましたら動画にグッド、そしてチャンネル登録何卒よろしくお願いします。あとね、我々 SNS 等々やってますので、そちらのフォローもよろしくお願いします。皆さんが飽き飽きするかもしれないですが、飽き飽きさせないような様々な出し方のゾンサガ、これからも見せていこうと思いますので、何卒応援よろしくお願いします。もちろん他の台もね、面白い台たくさんあるんで、いろんな台触っていって自分にフィットした台あれば、もうどん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 売っていこうと思いますんで、これからもよろしくお願いします。といったわけで、また近々セブンズ TV の動画が上がると思いますので、そちらもよろしくお願いします。本日はご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。